どうも、ウィリアム・テンプソンです。今回はですね、こちらのワックスを使って、こちらのホールカットを磨いていこうと思うんですけど、まあ、磨き方としては別にそんな変わったことはしないです。ただね、こちらのワックス、コロンブスのなんですけど、これちょっと、ただ単にこの缶を使っただけで、実はこれね、作ってみたんですよ、ワックスを自分で。はい。配合とかも自分で考えてっていうか、いつにもなくとんでもない適当さ加減で作ったんですけど、ちょっと試しにやったんですよ。実はですね、もう一つ作ってありまして、別にこれキウイじゃなくてね、中身は。これも自作なんですけど、皆さんはね、欲しい色なんじゃないでしょうか。ほら、どうですかこれ。青。ブルーですよ、ブルー。ネイビーブルーとかじゃなくて、ブルーですよ。これ、じゃないよ。まあ、何でもかんでも作れてしまうということでですね。まあ、青は、前ほら、やったじゃないですか。なんだっけ、ストラチッタの、ウィングチップ。ね、意外とかっこいいやつ。やったんで、ちょっと今回は、青はやらずに、まあ、いつかやりますけど、今回はこちらの茶色でやっていこうと思います。なんかね、焦げ茶色なんですけど、そんなじゃない。ちょっと、なんか、すごく汚いですけど。気持ち悪いね。とりあえず塗っていこうと思います。今これね、クレム塗った後なんですけど、光ってますよね。すごい光ってますよね。なんだろうと思って、まあ、とにかく塗っていきます。いつも通りやっていきますけど、ちょっとこれね、硬いんですよ。硬めなので、これ塗ったらもうすぐに、なんか、カッチカチになっちゃうんで、リグロインをね、つけながら、こうやっていくと、いい感じになりますね。もう、千葉スペシャルレベルのやり方ですけど、リグロインで溶かしながら塗っていくっていう。まあ、その配合の時もリグロインを使ってるので、ね、混ぜる時とかに。まあ、リグロイン使っても、何の影響はないっていうか、ワックス自体には。ただね、皮は大丈夫かなと思いますけど。はい。で、今すごく雑に塗っちゃったんで、ムラだらけですけど、これ、ムラだらけ塗ったらね、リグロインで鳴らせばいいだけなんで、まあ、そんなに、いや、よほど変な塗り方しなければ、リグロインで鳴らせる程度にはなるので、で、あと、つけすぎないっていうか、最初にね。とりあえずこの辺まで塗ったんで、あとは、ちょっと、盛り上がっちゃってる部分とかを、リグロインで、鳴らしていきます。だから、下地作りの鳴らしが、普通指じゃないですか。もうそんだけじゃなくて、リグロイン使って鳴らすっていう。だから、皮にいいかどうかちょっとわかんないんですけど、私はもう、素晴らしいワックスだと思います、これは。普通ね、リグロインなんか使わないんで、なんか怖いですけど。っていうか、リグロイン指にこんな大量につけて大丈夫かなとか、そういう心配も出てくるんですけど。でさ、今、こっちしか塗ってないじゃないですか。ね、もうね、乾いてるんですよ。速乾性が半端じゃないんですよ。ええ。だって、取れるんですよ、ちゃんと。取れるのに、塗ったらもう乾いてるんですよ。だから、言ってしまえばもう寝るのでできるんですけど、一応ですね、こっちも塗っていこうと思います。先に、ちょっと垂らしてもいいかな。こんな感じで。ちょっと柔らかくして、で、柔らかいんですよ。ものとしては。だけど、塗った瞬間に、直後に乾燥する。だから、使い心地としては、なんだろうな。サフィールのミラーグロスとか、あとね、いや、そんなもんじゃないな。ブリフトとかさ、矢沢、とか、そういう、結構固めのやつあるじゃないですか。固めですぐ固まるような。ああいうのを想像して、とりあえず、想像したら、さらにそれの上を行く、速乾性。だからもう、ボンドとアロンアルファレベルの違いですね。全然こっちの方が早いっていうか。だって、リグロイン使わないと伸ばせないくらい、固まっちゃうんですよ。一瞬で。まあ、その辺使い勝手どうなんでって感じなんですけど、ちょっとね、まあ、改良してもいいかなと思いますけど、でも、これが、売りって別に売ってるわけじゃないですけど、売りっちゃ売りですね。だって、すぐ乾くし、でね、厚塗りがすごくしやすい。だから、あっという間に光るんですよ。で、乾燥時間もないじゃないですか。
だからこれ使っちゃえばもうなんか職人、靴磨き職人、路上とかで磨く最速を狙えるんじゃないかってくらい猛スピードで磨けますね、これやれば。はい、一応両方とも塗り終えました。とりあえずね、どうかな、まだ一層しか塗ってないんですけど、見てわかんないですよね。結構厚塗りになってて、そうだな、でももう一回くらい塗ってもいいかな。うん、もう一回塗ります。じゃあただ二回目はねちょっと気をつけた方がよくて、もうちょっと緩い方がいいんですよね。だからイグロインを多めに垂らして塗っていこうと思います。なんか千葉スペのねやってる理由がちょっと分かりますね。これ適当に思い浮かんで作れんじゃねと思って作ったんですけど、いやね、一回試したんですよ。したらすごい光っちゃって、一瞬でね、あのリンカーンフィーバー何だったんだろうみたいな感じの驚きですね。とりあえずスタンプ今やってます。でこれね、昨日実は作ったばっかで、わかんない、まだうまくその使い心地とかが。で磨くのに関しては2回目、まだこれが2回目なんで失敗するかもしんないんですよね。では塗っていったんで慣らしていきます。結構固めのワックスですからね、慣らすのもしっかりやんないといけないですけど、これが終わっちゃえばあともう拭くだけ的な、まあ、もちろんコンパウンドとかそういうのも使った方がね光るんですけど、下地作りの速さがね半端じゃない。で、あの TWTG の人じゃないですけど、2回目は練るといいですね。そのいつもは練らずに乗っけていく感じなんですけど、これに関しては練った方がよりうまい具合に埋まって平らになっていくっていう感じです。ということで今だいぶ平らになってきました。まだちょっと若干ねデコボコはあるんですけど、であと作り方が雑すぎてね、なんかまだ粒子が粗いんですよね。まあ改良点ではありますけど、ちょっともうやるもの自体は決まってて、ちょっとね道具を買い忘れてしまったんで、はい、ちょっと失敗したんですけど、結構思いつきな感じだったんで、もしかしてあれ使えばいいんじゃないって家にあるものでやったんで、そのね原料みたいなものもなくて、今この青と茶色2つ分しか作れませんでした。この量作るのに2時間くらいかかってますからね。だからずっと YouTube 見て BGM 代わりで、いや今ずっとやってたんですけど、ほら青をね2回やっちゃうとつまんないなと思って、とりあえず今回は茶色をねこの動画のために作ったんですけど、果たしてどんなものか、ちょっとね色味の配合とかこの靴用とかにはしてないんで、あんまり合ってない気がするんですけど、まあ、そこは許してほしいですね。とりあえず光るか光んないか的な話で、はい、スタンプ方式的なことをしたんですけど、こっからリグロインで鳴らしていきます。指やばそうですよね。ちょっと私もずっとリグロイン使いながらやってて、さらに今指でやってて、うん、体が大丈夫かっていう心配の方がすごく高いんですけど、ちょっとやっていこうと思います。当分使いたくないですね。リグロインつけて優しくですね、こう擦る感じ、優しくね、でやってると徐々に、うん、リグロインつけないとね粉になっちゃうんですよ。だけどつけないでやると、まあぬめぬめの状態になって、でそれがまた固まって光るっていう状態になるので、はい、こんな感じで下地作りは完了です。それではネルヌを使って磨いていこうと思います。ネルヌの時は多分リグロインはそんな使わないと思うんで、あ、でもね、慣らすのにリグロイン必要かな、ちょっと、うん、速乾性が異常なんでリグロインも常に使うものになってしまいますね。で適当に取ります。ただちょっとわかんないな、ちょっともっと必要なのかなとも思いますし、それではやっていきます。もうね
完全に乾いてます。でもこっちももう乾いてます、さっきまで塗ってた方ね。でやってるとほら一瞬でとりあえずツヤは出るんですよ。でこっからなんですけど、粘り気がないんで油膜的なものになんないんですね。だからここからもう一回ですね、これで塗って油で油を溶かす的な感じで、同じワックスでワックスを溶かすという行為をしていきます。いやそれリグロインでいいんじゃないのと思いますけど、まあ1回目だからね、寝るのはね1回目だから一旦このワックスワックスでやります。はい、でもうそれも終わりです。もうねサラサラ、うん、ですごくさほらデコボコしてるじゃないですか。これをリグロインで慣らしていきます、うん、ちょっとできるかな、リグロイン使って、はい、ちょっとやります。リグロインを使ってもうね相当優しくやってます。 いくら厚塗りしてるからっつってリグロインでジャッてやったらもうそれは剥げてしまうんで、優しめで、あ光ってきましたね、ほら油膜っぽくなってきてますね早いだいぶ早いぞ。もうさこのなんていうの、ほらほらほらギラつく感じ、完全にワックス厚塗りしましたっていう後のね見た目ってわかりますかね。まあ厚塗りしたことある人だったらわかると思うんですけど、この感じがね、これね削るタイプですね、うん、だから普通の人だったら重ねていくタイプじゃないですか、薄く薄く。だけどこれは一気に乗っけて削って平らにしていくって感じ。だから難易度的にはこっちの方が簡単です。で厚塗りするのって難しいんですよ結局、うん、薄塗りの方が簡単だけど、これは薄塗りをするよりも簡単に厚塗りができます。でほら光ってきましたよね。でちょっとね正直今の私の技術ではこの靴もなんですけど、完璧な鏡面磨きにはできないので、そこはちょっとわかんないんですよね。一応頑張りますけど、そんなにギラギラにはしないです。でももう結構光ってますよね。かなり凹凸が激しいですけど、ちょっとすいません、近づけます。うん、この調子で、ああ、ほら。でね、まだやり途中だから全然あれなんだけど、もうですよ。こんな早くここまで光らせられるんですよ。で、あとはもう多分やるだけ。いつも究極鏡面磨きシリーズ的なことをずっとやるだけで多分光ると思います。でもう厚塗りする必要ないかな。あとリグロインで頑張って平らにしていくとか、あとは研磨フィルム使うとか、まあ、なんやかんやで削る工程を丁寧にやっていけばできます。今リグロインしかやってないですけど、うん、結局リグロインがお供ですね。このワックスはリグロインなくしてこのワックスは使えない感じですけど、でもほらほらほら光ってますね。一旦これでこっち側もやります。もうねだいぶっていうか色味そんな悪くないですね。もうなんか自分の汚い色だなって思ったんですけど意外と悪くはないみたいです。あちょっと乾燥してきやこいつ乾燥しますね。もう早いな、さっき作ったばっかなのに。でもリグロインあればできますから、これはね。だからもうそうそう、リグロインと水とあとこのワックスをつけるとちょうどいいっぽいですね。今知りました。でもそうですよね、リグロインありきですからね。ちなみにこのワックス落とすのに結構時間かかって、普段だったらリグロイン1回でもう鏡面磨きのワックスさんがほとんど落ちちゃうじゃないですか。これね3回か4回くらいやってようやく落ちる感じです。相当な厚塗りになりますね。はい、それではですねこちら側をリグロインでもう一回慣らしていこうと思います。これねリグロインは、3で水が1くらいの割合比率で、相当リグロイン多めですよね。普通だったら、まあ、逆とかなんですよ。リグロイン少なめ、水2のリグロイン1とかそのくらいかな、多分そんくらいなんですけど、今回に関してはリグロイン3の水1ですから、相当リグロイン主体の液体となってますけど、
うん、でもこれがねちょうどいいんですよ。であんまりこういう小刻みとかじゃなくてガーってやって鳴らしてから、まあ、後々ね小刻みとかにする方がいいと思います。で艶の出方がもう結構、うん、いい感じに出てるんですよ。まあねちょっと凹凸があって全然完璧じゃないんだけども、でもね遠くから見ると普通に光った靴ですよね。ほらこの靴自体平べったいからちょっと難しいんですよ、そういうのを極めるのが。普通に磨いてても全然ちゃんと光らないっていうか、あんまりなっていうのが多いんで、そこはあんま求めてないですね。かなり厚塗りですね。相当厚いですよこれ。でほらやっぱこうやってやってるよりザーってやった方が光ります。なんだろうね、やっぱ気圧してて、で若干溶けたのをまた鳴らしてみたいな感じ で繰り返せるんですかね、こうやった方が。ま、ずっとやってんとね全然どん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 掘ってっちゃうような感じなんで、まあ、向いてないのかもしれないです。こんな感じになりました、うん、かかととかはやってないんであれなんですけど、うん、なんだろうな、そうですね、ツヤは出てますね。ちょっとこっから脱脂面とか使ってみましょうかね。コンパウンド一回使ったんですよ最初。だけどコンパウンドはね細かいからちょっと違うなと思って、粗めのコンパウンドとかピカールとか使った方がいいかもしれないですね、使うなら。まあ最終仕上げとかは別ですけど、この段階だとまだコンパウンドではないですね、極細の。まあコンパウンドです。でコンパウンド普段使う時結構慎重にやるじゃないですか。この時は逆に大雑把にやった方がいいくらいですね。今すごく大雑把にやってるんですけど、それで光ってきてます。やっぱり鳴らす作業ですね、このワックス使ったら。で多分これワックス2度塗りプラス鳴らしで1回くらいか2回くらいなんで、まあ実質 3,4 度塗りで、ワックスはねワックス 3,4 度でこのくらいのツヤになっちゃいます。すごくない？もうこれだよ。うん、ほらなんかさあんまり伝わんないんでね、コンパウンドで頑張ってここまでやったんですけど、ちょっと面倒くさいちょっともう嫌になってきちゃったな。ずっと作ってたからさ、もうねこの有機溶剤の匂いを嗅ぐのが気持ち悪くなってきてるんですよね。換気はしてるんですけど、だけどね、まあ、ここでやるからもう来るんですよね、絶対毒だからな。はい、どうですか、こんな感じで完成しました。やっぱガタつきはあるんですよ。でそれはちょっとね、もうちょっとリグロインとかで鳴らしたりとか、あとワックスを作り方ですね、うん、まだ試作段階なんでちょっとあんまりワックス自体が良くなかったんですけどはい、キウイの缶です。今多分まあ10センチくらいかな離れてるんですけど、ガタついてますけど、でも字はね出てますよね、キウイって。こんだけしかやってないのにこんな光るっていうのが個人的には相当早くできましたね。であと時間かければねもう光りそうな感じはあるんで、今回はやんないですけど、うん、短時間で30分ぐらい、多分本当に30分。ということで私ウィリアム・テンプソンの自作ワックスの紹介でした。今後もっと改良してですね、さらにすごいものを作っていこうと思いますんで、ぜひご覧ください。それでは